のりさん、こんにちは。シュタです。今回はパート5、最終回見ていこうと思うんですけど、今回で話がめちゃくちゃ複雑になるんです。先に言っとくと、第3勢力と第4勢力が出てくるので、結構展開がね、急に変わります。なので、ちょっとわからない、不確定要素が多いんで、こうだと思うっていう考察が多くなってしまうんですけれども、のんびりと付き合ってください。で、このシーンは、スキフ君がレーダーに、コンテナを持ってこいって言われて、隠してたところから、もう一回コンテナを拾って、届けに行くシーンですね。スキフ君は脱出したいと思ってるんで、自分一人でも脱出してやろうと。で、ユーセックのマイクが悪者だとスキフは思ってるんで、こうやって黙って一人で盗んできたっていう感じです。ユーセックのマイクは民間人を撃ち殺してたんで、スキフの中ではこのマイクは、協力関係にはあっても完全に仲間ではない。こいつは悪いやつだっていうふうに思ってます。なので、この後に呼んでもこう挑発するような物言いをしてると思うんですけど。このタルコフ氏をめちゃめちゃにしたのは、テラグループが、わざとその生体実験をやるために、治安がごちゃごちゃした方が生体実験の材料を集めやすいってことだと思うんですけど、実際は分かんないです、この辺は。ここのシーンは、スキフ君は、ユーセックも悪いやつで、テラグループも悪いやつだと思ってたけど、ユーセックの方も、こいつらなりの、こいつなりの正義がありそうだぞと。で、考える正義は、我々近しいんじゃないかな、ぐらいの感じで思って、一緒に二人で脱出して、このテラグループの悪事を暴こうねっていう、その敵の敵は味方っていうところから、同じ目標のために動いてる仲間になってるシーンですね。こっから、ユーセックとベアの敵対関係っていうところから、ユーセックとベアは一グループで、ユーセックとベア対、第3勢力、第4勢力、テラグループみたいな感じの、ちょうど今のタルコフのゲームみたいな構図に切り替わってくんじゃないかなと考えてます。狙撃手がいるところに、スキフ君が外から見て、マイクが中で、殺人をするみたいなシーンですね。で、トレーラーの右だ。10メートルっていう風にロシア語で言うんですけど、マイク君は分からないと。アメリカは単位がフィートなので、メートルとフィートで伝わらない。で、右だ右って言っても通じないから、Go right, Mike っていう風に、英語で言ってますね。多分、そんなにお互い、ロシア語と英語以外は流暢じゃないんじゃないかな。ゴルカっていうのが今殺されたやつですね。応答しないと。クリス・カイル野郎、クリス・カイルっていうのはアメリカンスナイパーって映画の、主人公のアメリカのスナイパーの英雄の人なんですけど、だから狙撃手とクリス・カイル野郎っていうのが、イコールで結ばれてる感じですかね。で、ちょっと一回止める。ボリス、応答しろっていうふうに言われてたのは、この応答しろって言ってるのが、目玉焼きおじさん。前回の。目玉焼きおじさんが応答しろって言ってて、あいつにバレたらどうするの？あいつっていうのは目玉焼きおじさんのこと。で、今何が起きてるかっていうと、目玉焼きおじさんには内緒で、スキフ君と取引をしようとしてるのが、このボリスたち。で、前回の終わりのシーンを思い出してほしいんですけど、スキフ君がコンテナを持って、目玉焼きおじさんにこっから脱出したいと。これで取引をしてくれって言ったんだけど、目玉焼きおじさんは取引はしないっていうふうに言ったと。で、それに対して、後から兄貴が部屋を出てきて、2時間後にレーダーで落ち合おう。その時にブツを持ってこいっていう風な取引をしてると。で、俺てっきり初めは目玉焼きおじさんと兄貴は同じ所属だと思ってたんですけど、ここであいつにバレたらどうするっていう風に言ってるってことは、目玉焼きおじさんには内緒で、取引を進めてるっていうことなんですよ。実際に見ていきましょうか。で、ここで、そのボリス、ごと全員ぶっ殺されると。で、目玉焼きおじさんはボリスと連絡が取れなくなったから怒ってる。で、ここは、共同戦線を張ってるけど、結局別勢力だと思うんですよ。お前のボスって言ってるじゃないですか。お前の。ボリスのことをお前のボスって言ってるってことは、自分のボスではないっていう、その、別の所属っていうのが、ここで、わかると。
こいつがボリスなんですけど。ここで、ノルウェー野郎っていう風に言ってて、ユーセックはアメリカの部隊じゃないですか。で、ベアはロシアの部隊で、ここでこの兄貴のことをノルウェー野郎って言ってるってことは、アメリカでもロシアでもなく、さらに別のノルウェーの第三勢力っていうのを匂わせてると思うんですよ。で、さらにお前をカルトどもに言ってやろうかってことは、ヒゲ兄貴とも、目玉焼きおじさんとも、カルトとも別勢力っていうことなんで、まあ、おそらくまだタルコフには出てきてない第4、第5の勢力の人たちがこの2人なんじゃないかなと個人的には思ってます。で、お前のボスはどこに行ったっていう問いかけに対して、兄貴は、あの男をはめに行った。でもしくじったみたい。まあ、つまり、お互いが、その、お互いっていうのはこの月福くんとノルウェー野郎ボリスがお互い自分の欲しいものを取りに行って殺し合ったと、まあ、その結果ボリスが負けたみたいだぜっていう話をする。でね、ここで目玉焼きおじさんが電話をしてるんですよ。本土行きのチケットを求めて、あんたがなくした荷物と引き換えにっていう風に言ってるんで、まあ覚えておいてください。まあ楽しいですね。国防省っていうのはロシアの国防省ってことだと思うんですけど、お前らがのお前らは多分テラグループに押し入ったユーセックより先にってことだと思います。結構このエピソード5情報量が多くて、まあ、いつでも打てるように準備をせよっていうのは警戒されてるってことですね。で、さっきパスワードが変わったっていう風に言ってたのは、管轄がそのロシア側、ちょっと一回止めます。ロシアの国防省が抑えていた管轄、ロシアの国防省の管轄からテラグループの管轄に切り替わったっていう風な描写だと思います。じゃないとあそこで国防省の話を出す意味がないので、あそこで国防省の話を出したってことは、今国防省の管轄だったところからその国防省の上とテラグループがつながってるみたいな感じの描写になるんじゃないのかな。ちょっとこの辺はでもあくまで予想なんでよくわかんないですね。で、今のシーンでちょっと戻しますね。なあロシア人、次に何が起ころうとっていう、このロシア人っていう発言をしていて、ユーセックのアメリカ人がロシア人っていう話をしてて、まあ一緒にナチスをぶっ飛ばしたろっていうのは、これ多分第一次世界大戦のことだと思うんですけど、ここであえてロシア人っていうのを強調してるってことは、さっきの一個前のシーンのノルウェー人っていうところとも、さらにその、なんていうの、はっきりと区別してるような意味深なシーンなんじゃないかと、個人的には思ってます。だから、一緒に戦っただろっていうところで、ユーセックとベアの、まあ、ロシアとアメリカの、まあ、仲良しグループ、プラス、さっきのノルウェー人と、まあ、今後出てくる第四勢力みたいな感じの構図を、よりこう、なんていうの、わかりやすくというか、はっきりとこう、匂わせた、はっきり匂わせたっていうのはなんか難しい表現ですけど、シーンなんじゃないかなと。で、ここでそのラボアクセスキーカードで通れるようになったってことは、おそらくテラグループが上層部に食い込んでると。犬かわいい。耳ピンとなってる犬かわいい。ここにテラグループの職員がいるんですよ。ただこの人たちがその目玉焼きおじさんが電話してた勢力ではないと思ってて、だ目玉焼きおじさんがここに通じてるわけではなさそう。まあ、なんでかっていうと、ここでその大事な物であるはずのコンテナを見ても、兵士が見ても、横にいたテラグループの人たちが見ても、何もせずにこのコンテナをしまってこいつらに返してるんですよ。ってことはこいつらのトップ、この今この柵の中にいる、この門の中にいる人たちは別にこのテラグループの研究資料っていうのを欲しがってるわけではないっていうことがまあ読み取れるのかなと、まあ、そのためにわざわざここにテラグループの人を配置したんじゃないかなと
睨んでます。これ中のはまあロシア人ですね。銃殺みたいだなっていうのも、まあ、ナチスの話から引き合いに出してるのかな。これは俗に言うフラグってやつですね。で、結構正確に狙撃されてると。正確な狙撃を受けてる、まあ、一応スカブっていうのは軍事訓練を受けてない、っていう設定になってるので、こんな正確にスナイパーライフル扱えるわけがないんですよ。プラスこのスカブがどこであんなものをって言ってるんで、スカブに砲撃法、迫撃法なんてあるわけがないと、まあ、ということはこの今撃ってきてる勢力はスカブではないっていうのが、ここのシーンの、まあ、意味だと思います。だから今はそのロシア側の軍勢に対して、スカブとスカブプラス謎の勢力が襲撃を仕掛けに来てると。で、まあ、まあこの連絡がこう行き届いてないので、まあ、自分このこいつら2人が不審なやつらっていう風になっちゃってて、まあ、ロシア側から撃たれてるというような状況だと思います。で、この右から出てきてる、ブラックフォックスっていう部隊なんですけど、こいつらがおそらく、目玉焼きおじさんが電話してたところの部隊だと思います。で、もう脱出は諦めて、タルコフシティの中に戻るしかもう逃げ場はないと。でこの C4 かって言ってるのも、まあ、スカブが C4 なんて持ってるわけないんで、スカブ以外の勢力が来てるっていうのを話ですね。これあーって言いながら走ってるのはタルコフを作った人たちです。これはネタシーンというか、まあ、イースターエッグみたいな、タルコフ制作者の方々が、まあ、スカブに扮してやってると。スカブに肩入れしてるやつがいる、かけてもいいっていうのも、その目玉焼きおじさん側が肩入れしてるんじゃないかなと俺は思ってます。な、機関銃がもう壊れそうだっていうのは、機関銃ってずっと撃ってると、バレルが熱を持って、なんかバレルが破けたり、裂けたり、なんか爆発したり、曲がったりするらしいんですよ。機関銃が壊れそうっていうのは多分そういうことだと思うんですよ。そんだけ山ほどスカブが押し寄せてきてるってことだと思うんですけど。仲間だよ。ようこんな軽口叩けますよね。ではブラックフォックスに撃たれてると。リロード待つぞっていうのは比重のリロードかな。この車を貫通してこれ腕も吹っ飛ぶし、頭もパシューンになるし、で結構このシーングロいんですよね。まあ今更だけどこの映像は18禁なので、まあ、一つ押さえてもろて。で、まあ一応さっきまでのロシア PMC の合言葉みたいなやつを言いながら、撃たないでって言いながら移動してるシーンですね。で今ロケットランチャー構えてるやつがいたんで、今から撃ちますよ。でリロードが終わってロケットランチャー撃たれると。で監視塔が落とされた、今機銃をリロードしてたやつのところにロケットランチャーがぶち込まれて、LMG 撃ってるやつも死んじゃったと。でこの基地は多分崩壊してますね。
で、まあ、さっきのその目玉焼きおじさんがこの今入ってきたブラックフォックスのグループと関与してると俺が思った理由としては、ブラックフォックスの2人がまあ、っすぐにこの月日くんとマイキくんの方に来たこと、あ、まあ、お前と一緒に戦ったこと忘れないからなっていうのは、そのさっきはユーセク側からロシア側に仲間だよっていう風な意思表示があって、まあ、ロシア側からもユーセク側に仲間だったよなみたいな感じの、まあ、双方ともに仲良しみたいな感じのアピールだと思ってます。アピールってか印象付けるための言葉だと思ってます。で、このブラックフォックスがまっすぐにこいつらの死体からこの何これ包置を取って去っていくと、まあ、なので、まあ、的確にこいつらが持ってるってことを把握してる、まあ、つまりさっき電話で教えてた目玉焼きおじさんの側の勢力なんじゃないかなっていう、まあ、考察ですね。まあ映画としてはかなりこの月福君の物語としてはかなりのバッドエンドになってます。Несколько часов назад Совбессон созвал экстренное совещание из-за очередного обострения в Норвинской области. Норвинск 地方湾がまあさっきのところですね。で、銃声が鳴り響いて、это первый случай применения тяжелого вооружения на блокированных территориях. 銃火器も今回使われたと。で、国連は懸念を表明しているけど、ロシア当局はコントロール下にあると再度強調しているっていうのは、まあやっぱりロシアの上の方とテラグループで癒着してるのかなみたいな。の思ったりしてます。でも こっから先の話は今後そのエスケープフロムタルコフっていう作品がいい感じにこう話を展開していった時にやっと分かることだと思うんで、まあ、現状だとまあ分かんなさそうかなみたいな感じですね。そのノルウェー所属の部隊がいるって話も、目玉焼きおじさん側の第4の勢力がいるっていうのも、まあ、完全にそのこのレイドと、まあ、今やってるタルコフの感覚から抜いてきただけの考察なので、まあ、間違ってるかもしれないので、まあ、今後もっと情報が出てきた時にはっきりといろいろ分かればいいなというふうに思っております。まあ、何度も言っているんですけれども、間違ってるかもしれないよっていうのも念頭に置いてから見るようにしてください。というわけで今回はレイドの解説考察でした。まあ、皆さんもね、独自の解釈というか、あ、ちょっとお前とは違う解釈あるぞみたいなのがあったら教えてくれると嬉しいです。それでは、まあ、このエンディングは各自見てみてください。ここね、スカブオール BSG チームメンバーズとなってます。それではいいタルコフライフをお過ごしください。お疲れ様でした。またね。